またまた新武器が来るぞー。おー、今日はちゃんとしたテンションで言ってるな。ちゃんと解説してくれそうですね。たまにはちゃんと言わないと視聴者さんも逃げてしまいますからね。今日みたいな解説動画以外でも動画を見てほしいよな。ということで本日からマインクラフトの解説を始めようと思います。待て待て待て、このチャンネルはフォートナイト専門チャンネルだよね。マイクラはみんなが好きですからね。だからって急に始められても困るんですが、私はスマブラの解説をしてほしいですね。だからこのチャンネルはフォトナ専門なんだってば。ってことで今回紹介していく武器はこちら、マグニートの力、バトルパスのミステリースキンのやつだよな。こんなキャラスマブラにいましたっけ。スマブラのこと一回忘れてくれる。気になる詳細は一戦目が終わってから話すとしましょう。果たしてそこまで見てくれる視聴者はどれだけいるかな。私の視聴者は洗脳されていますので問題ないですね。やばいチャンネルじゃねえか。チャンネル登録と高評価をお願いします。あんた家の中で何やってんの。できればコメントと共有もお願いします。今回は新モードのリロードをやっていきます。普通のバトロワよりプレイ人口が多いよなこのモード。フォトナ全体のプレイ人口が減ってるのでそれを増やすためのモードですね。それで果たしてプレイヤーは戻ってくるのでしょうか。はい、では降りていくのはプレザントパーク。何回かプレイしていますが、一緒のチームになる人みんながみんなプレザントパークが大好きなんだよね。当時から人気だったからなここは。私は過疎地が好きなのでプレザントパークは嫌いですね。絶好したいくらいです。プレザントパークくんが泣きますよ。そしたらブーパンで沈めますね。激ヤバ実況者じゃん。っていうかそんなに怖いセリフを言うんじゃねえ。視聴者逃げちゃうじゃねえか。敵さんいるのでドアを盾にしてショットガンを当てていきます。これぞエイペックス戦法。裏切り者がここにいますよお姉さん。大人のライバルはマイクラです。だったらこのチャンネルは終わりだな。だって両方の名前が出ちゃってるもん。まあお姉さんが見てるわけないので言いたい放題ですけどね。味方さん一人ダウンしたけどどこでダウンしたかわからないので、とりあえず目の前の敵さんを撃墜。味方さんの位置くらい把握しとけよな。この人前回ビクロイを取った猛者プレイヤーだったか。今では何の価値もなくなりましたよねビクトリークラウン。どうやら目の前の家に敵さんいるらしいので強気に攻めていきます。そういやこれリロードモードだから死ぬことに対して何も思ってないんだったなお前。死んでも何回も生き返られますからね。でも味方さんがブチ切れてる可能性もありますよ。そんな時はブーパンで黙らせますね。だから怖いんだって。敵さんがいるっぽいんだけどなかなか姿が見えないんだけど、あでも見つけた。私には気づいてないようだから攻めさせてもらう。おー、レイムの攻撃でシールドが割れたな。戦ってた味方さんが逃げたのでここは私が代わりに引き受けます。敵さんなかなか建築が早いので早くも諦めたい。諦めるの早すぎだろ。ちょっと今建築できない病気にかかってるので、ここはチャプター1にはなかったよじ登りで詰めていきます。ってあれ敵さんいないじゃないかよ。敵スクワットを全滅させたって表示が出ていたので味方さんが倒してくれた可能性が高いですね。ナイス味方さん。味方さん休んでてもらって大丈夫ですよ。ここからは私のターンなので私に任せてください。確実に倒されるに一票。ハンマーアサルトってチャプター3の時にあった武器な気がするんだけど、めちゃめちゃ懐かしい気がするのって私だけなのかな。すでに2年も前だからな。それは懐かしい部類に入ると思うぜ。これ結構安定してるから狙いやすいんだよね。当時はなんとも思ってなかったけど、今使ってみると感動すら覚えるくらい。現在アルバトロワのエンフォーサーもかなり使いやすいけどね。って角キルを取られちゃった。角キル中のレイムさん。っていうかすでにもう3キルか。レイムにしてはかなり早いペースだな。やっぱり何回死んでも生き返ることができるから安心して突っ込めるんだよね。突っ込みは私の役目なんだけど。そっちの突っ込みじゃないんだけど、いつもは逃げ腰ゆっくりさんなのにリロードは攻める気ゆっくりさんですね。敵さんいるらしいので特攻隊長レイムさん攻めます。でも敵さんいなかったので一旦建築して様子見。敵さんの足音見えたから警戒しとけよ。でブラップラーで飛んできやがった。そんなこと聞いてないよ。全く活躍せずに死んだな。まあシールドは割りましたけどね。角キルしたら確定でミミポが落ちるのでそれすらも無駄っていうことに。はい、その敵さんは味方さんが倒してくれたので物資を拾ってきました。ショットガンが手に入ったのがでかいですね。そういえばリロードモードってショットガンが出る確率が低いよな。でもこの前あった小さなアップデでショットガンが出る確率が上がりましたよ。この録画はアップデ前のものなのでまだ確率は低いままですね。動画編集しないのがバレるじゃねえか。ここのウプ主は脳なしののんびり屋なのでしょうがないですね。自分で文字を打ち込んでて悲しくならないのかなこれ。っていうか生き返った後の武器がピストルじゃなくてアサルトなのが嬉しいですよね。これのおかげで結構戦えるからな。そしてなぜか私にしては神エイム。これもリロード補正なんでしょうか。なんだよリロード補正って。エイムも昔のような神エイムに戻るっていうことですね。お前は昔も今もクソエイムだよ。昔から変わらない美味しさ。私のエイムって食べ物だったの。チームでこもってたら敵さんが乗り込んできましたね。私のスニーク戦法で見事撃破しちゃうんですけどね。スニークって何ですか。またマイクラですか。スニークはしゃがみ歩きのことだろ。私のスニークは天下一品です。ラーメンか。ええで他の敵さんもめっちゃ突っ込んできてるみたいなので私も外に出て加勢します。味方さん一人ダウンしたぞ。レイムさんの加勢が遅いんですよ。私がもっと早く外に出てたら私が倒されていたかもなのでこれでいいですね。激ヤバ実況者じゃんこいつ。今詰めてる敵さんは激ローなはずなのでガン詰めしちゃって問題ないですね。でショックウェーブで飛ばされた。これはショック。レイムさんのギャグのおかげでめちゃくちゃ涼しいです。はい、またもや敵さんを追いかけてるところですね。敵さんは残り一人なはずなのでこの人倒したら全滅って角待ちされてたんですけど、で畜生ダウンした瞬間にリブートが無効になったんですけど、運のないやつめ。
ってことでここら辺でマグニートーの力を実際に使った映像を見ていきましょう。磁力で固めた鉄球を相手に飛ばす感じだなこれ。おまけに攻撃を防ぐシールドも展開できちゃいます。気になる対人ダメージは95、環境ダメージは80、車に対しては320となっています。また車への対抗策武器って感じだな。バトロワへの実装日はマグニートーのスキンが解禁される7月初旬だと予想します。結構早い段階で来るんですね。まだまだ本家のバトロワも楽しめそうですね。ってことでマグニートーの力の紹介でした。2戦目公開いくぞー。はい、では神奈川県民の皆さんこんにち。神奈川県の視聴者だけ特別扱いすな。視聴者全員に挨拶しろ。ではでは皆さんこんにち、霊夢です。皆さんこんにち、マリサだぜ。くしゃみが可愛いヨウムです。一人だけずるいぞ。降りてきたのはテルデット。またまた味方さんに戦闘狂がいらっしゃるようですね。またまた味方さんに戦闘狂がいらっしゃるようですね。しかも今回はウメルで入ったのになぜか最初から3人しかいない。これは非常にまずい状況になりましたね。一人足りなくても戦わなければ明日はないぞ。マリサさんかっこいい。テルデットタワーが怖いのでチーム全員で逃げてきました。これは正しい戦法かもな。過疎地で物資を整える。絶対に霊夢が考えた作戦じゃないな。私のことなんだと思ってるの？こけし。こけし？あれからとんでもない回数死にました。霊夢さん最低。いや私だけじゃなくて味方さんも何回も死んでるからね。ってことで私が我慢できなくて撃ってしまったので、戦闘が始まってしまいました。スクワットに一人はいるよなこういうやつ。だって敵さんは無防備だったんだもの。そりゃ狙うしかないでしょ。味方さんのスキンは揃ってるので、多分フレンド同士でプレイしてますよ。これは霊夢の悪口待ったなしだな。私ってそんなに嫌われてるの？ここは敵さんをキルして味方さんを見返すしかない。じゃあこんな最後尾で隠れてちょこちょこ撃つのやめてくれる？よっしゃリブートが無効になったからめっちゃ気をつけよ。早速めちゃめちゃ食らっててくさ。笑ってんなよ。回復も少ないし勝てる気がしない。これは全力で逃げるしか方法はありませんね。霊夢さんにしては建築を頑張ってますね。私にしてはは余計なんだけど、とりあえず味方さんに合流して医療キットを開けてもらおう。味方さんもマジで切れるぞい。味方さんがなんとキットをくれました。キットをきっと譲ってくれると思ってましたよ。下手な親父ギャグはやめてください。あんなところに建築しない敵さんいる。激動だったのでワンパンで倒せました。2マッチ目でようやく1キルですね。残りの敵さんはあと5人。めちゃめちゃ終盤でのキルじゃねえか。味方さんが一人前に出てるので注意しながら合流したいですね。まあその味方さんは霊夢のこと嫌いだけどな。私そんなにひどいことしてないよ。はい、敵さんが怖いので味方さんにめっちゃ張り付いて行動してます。こういう行動が嫌われるんだろうな。でも狙える敵さんにはちゃんと撃ってますからね。全く行動しない人よりはマシですが、味方さんが敵さんに突っ込んだので私は落ちてるショックウェーブの方向にめっちゃダッシュ。マジで何やってんの。少しでも生き残るための手段ですね。で味方さん一人死んじゃいましたよ。これは駆けつけて敵さんの気を引くしかない。まあ飛びすぎるんですけどね。今回戦犯な行動が多すぎだろ。はい、建築ミスってピースコントロール。無事にここで私もダウンですね。あとは味方さんの蘇生にかけるしか未来はない。味方さん絶対大パンしてるだろ。間違いないですね。ってことで無事に2位で終われました。味方さんどうもありがとう。こんなやつと組まされた味方さんめっちゃかわいそう。ってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。